葉の玉手箱みたいな感じですかね。大人に対して あの時を教えてくれてありがとうって思うようなお父さんとお母さんのことをふっと思い出して、あの歌を歌ってくれたなってこうふっと心が温まるような、新しいもんではないけれども新しくそういう気持ちを湧き上がらせてくれる、なんかそういう思いがあって、みんな等しくあるからこそ童謡とか唱歌っていうのはずっとみんなやっぱり子供に聞かせたいって思ってきたんじゃないかな。聞かせますね。いっぱい歌いたいですよね。言葉の簡単なのから難しいのまで、